1300万ぐらい使ってると思う。俺だけじゃないけど全体でね。うん、すごいっしょ。年間だよ、年間課金できるってすごくない？バカだなって、お前リアルでバカにされてるよ。金ないなってバカだなって言ってる人、うん、それだけお金使えるんだから成功してるわけでしょ。バカだなってバカにしてる人は なんなの？バカにできないよね。まあ、配信者はワンチャンバカにできるんじゃない？うん、でもリアルで勝ち組の人はバカにできないでしょ。尊敬できるじゃん。うん、ね、本物だよ。うん、だってちょっと無理してとかいうレベルじゃないでしょ。本当の金持ちなんで。いくらぐらい投げてもらったの？俺でも300万ぐらい投げてもらってると思う、多分今年ね。うん、変な配信者がゼロワンさんとネカフェナウ、誰だい？うん、誰かな。これ624もしつこいね。今こじってないよね、全く。しつこいね君ね。うん、嫉妬してるのかな俺に。 Wi-Fi はあのソフトバンクのところ。うん、まあひがみもあるんじゃない。なんで嫉妬する？アンチやめてよ。なんでアンチしてくるのねえ、何がそんなにしてくるの？やめてもらっていいですか。ああね、良いお年を。 ありがとうございました。今年かな、オフパコしたのはね、リピート言ってこないけど大丈夫。うん、他にいるのかな。うん、そりゃオフパコしたリスナーもいるよ。うん、それ1年間だからね。1年間、少しぐらいだけどね。多分オフパコは多分5回ぐらいじゃない。5回ぐらいしかしてないと思う。うん、自分からあんましないかな。うん、5人あの彼女以外にね。うん、いや少なめじゃなくて、あの彼女いる、ずっといるから多分1ヶ月ぐらいしか間空かないからね。その間にしてるんじゃない。来年の目標、まあ今年を超えることだね。うん、今年よりもやっぱ結果残したいな。でも37になるから、まあ誰よりも稼いで、まあ面白い配信もちゃんとしてね。でリスナー増やしたいかな。だってふわっちしかないんだで。うん、あの面白い配信できてると自然にアイテムってついてくるから、ちゃんとしないとね。うん、結果後からついてくるから頑張ってると多分マンスリー1位とかなれるんじゃない、多分。うん、展開ないのかな。展開なんかいらないんだよ年末ね。大晦日、おみそかぐらい家でねゆっくりするもんよ人ん家行ったりとかね、わちゃ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 とかね。うん、8時半になりまして、延長です。45分。あ、ちょっとしきちゃんリスナーもう来ないで。うん、もう絶縁したから。うん、二度と絡むことないで。あの子供を武器に助けを求めてきても絶対絡まない、うん、一生絡まないで。はい、こんばんは。たかしが何リタイアしたの、うん、
見てなかった。ひどいからね、手のひらの返し方が。やばい、ちょっと酔ってくるな。いい年をお迎えください、リスナーさんも。ありがとう、今年。女性版だよ。もう、後がない。どうしよう。ふわっち A 版だったらどうしよう。いや、家引きこもるわ。うん。向こうが解除されるまで何もしない。もうしょうがないね。うん。無期限、多分1年ぐらいで解除されるで。だからたまにあの、ツイキャス遠征行ってね、ちょっと沸かせて、リスナー引っ張ってきてたんだよ、新規をね。うん。ツイキャスで見ましたっていう人、こっちに引っ張ってきてたんだけど、自然とね。それできないから、定期的にやってたんだけど、一つ武器を失ったね。いや、減らったっつうか、自分が悪いから、しょうがないなと思って。そんな落ち込んでないけど。あの後絡むかな、そうだよ。うん。リスナーの言う通りだよ。いや、武器いるでしょ、どの配信者も。ちょっとフッカルとかね、いろんな武器があるじゃん。武器がないと。だからモテるっていうのも武器だよね。これまたナルシストって言われるけど、多少モテるから女芸ができるわけよ、ね。モテない男は女をネタにできないでしょ。これも武器ですよね。うん。だルイージもやっぱモテるんだよ。ルイージさんはね。前提にモテるから女をねネタにできるんだよ。モテないとね。いや、モテる理由は別に何でもいいよね、金でも。うん。いや、お金っていうか、お金を稼ぐ男は魅力的だと思うで。うん。ふわっちで全くアイテム飛ばない配信者よりは、そりゃアイテムいっぱい飛ぶ配信者の方がそれはモテるで。うん。それ当たり前やん。男なんだから。ずっとコメントで悪口書いてるよりは、ね、配信つけて金稼いでる男の方が魅力あるでしょ。うん。ブツ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 言ってんだぜ。同じ男なのに。うん。じゃあ、ロビンソンバ行きますか。行くの？うん。秋田からゼロワンにおいでたかし。うん。ツイキャスやれないのに、意味ないで、パチンコなんかしてたって。うん。帰ってきた方がいいで、たかし。しょうもないから。うん、オールナイトとか。クソだよね。うん。年末からパチンコしてさ。くだらないよ。21歳です。今から言ってもいいですか？あ、このバカ、ネカマカおばさん。うん。21歳とか魅力ないから。俺がロリコンだと思ってるんだろ。お前。うん。なめんなよ、ほんと。年に釣られるほど、ね、モテなくないから。うん。ロリはまあ当たってるけど。うん。ロリはまあ当たってるけど、うん、釣られないぞ。当たり、うん、それはね、若い子も好きだよ。熟女も好きだし、同年代もね。あまり投げられませんが、また来年もずっと見てます。体を気をつけて。ああ、ありがとうございます。うん、ありがとうね。29はね、ダメじゃないで。元カノ30歳だし。で、おわっちっつうか、時期によって、あと時間帯によってやっぱね、かそりますよ、ふわっちは。しょうがないで。こればっかりは。うん、人口がいないんだよ。多分ね、半減ぐらいしてんじゃない？半分。いつもの人口の半分。うん。で、リア充もやっぱ忙しいでしょ。ねえ。年末年始までね、家族いるのに、ふわっちできないでしょ。ふわっちやれないよね。うん。あれやす、大花火。やることあるもんよ。うん。
いつもはね、旦那は仕事行って、ね、子供は学校行って、その間にやってるから。うん。で、また夜になったら、やることやってね、あれしなきゃいけないし。うん、キャス見てるって言っちゃう？ちゃんと、主婦やりな？ね、年末ぐらい。もう今日はしょうがないで。うん。ふわ恥ずかしくてない。追加して見てるっていうの？家族に。うん。今日はもう俺も寂しいけどいいよ。みんなも。リア充しなよ。うん、ぼっちの人だけでいいよ。しゃあないでしょ。忙しいんだから。うん。でもできたら、枠に入って音量を消してどっかに置いといてほしい。そうしないと閲覧が減るでしょ。うん、それだけやってほしいかな、うん。コメントできなくて配信見れなくても閲覧はちょっと貢献してほしいかな。天才。うん。にゃん。うん、たまにいやそうしといたらいいんだで。うん。今日も明日も仕事だし、ぼっちだし泣いた？あ、目が割れます。あ、ありがとうございます。ダサい髪型。今日ぐらいもう悪口書くのやめろ、お前。なんでも、終わり良ければ全て良しって言うでしょ。一日ぐらい我慢しろよ。なあ、毎日匿名で、便所の落書きみたいなコメント打ってないで。ヒマラヤイライラ楽しいイラ、いろんな配信、来年も今年はヒヤヒヤイライラ。イライラどんな配信でしたの？うん、エロエロばっか言ってたら、あれエッチしたいんだもん。やっぱ1週間に1遍ぐらいはしたいよな。うん、ババラ臭いね。は？日本語おかしいで。したらいいやん。でき。純愛ってしないから。うん。純愛って。そうでしょ。うん。簡単にやれる女って純愛じゃないでしょ。嘘でしょ？ファンタスティック。配信やっててよかった。来年も楽しみましょう。応援、ああね。社長、ありがとう。来年もいいですか？来年もお願いします。この社長にはだいぶ助けられてるで、イベント。珍しい男社長で。うん。もう唯一って言っても過言じゃない。男社長さん珍しいでしょ。うん、マンズリーチ、マンスリーね。何マンズリーチって、マンズリー選手権。マンズリーチは笑うな。うん。マンズリーって入れずに擦るやつでしょ。ねえ、マンズリとかしてもらったことないけど、うん、他ババア女性ね、うん、失礼だなお前。誰でもかんでもババアって言うんじゃねえよ。お姉さんだろ、誰もが年取るんだから。ちょっと待って、晩ご飯食べました、はい、うん、もう終わろうかな。さすがに閲覧がちょっと、さすがにこれはちょっとないと思う。今年初めてになってまで、クリスマスみたい。クリスマスの時もこんな感じだったでしょね。今日仕方なくない。いやでも700人切るとさすがに、俺のボーダーは700人なんで、うん、700人はちょっといないと、ちょっとそわそわしてきちゃう。
年末仕方ないっつっても700人はちょっとキープしないと。あ、ルイージも400なんだ。かそってるんだね、全体的に。鍋の時はだから鍋とかなんかしててようやく1000人ぐらいでしょ、キープ、うん、ちょっとタイトル変えようかな。つまらんなった。いつが面白かったの。いやきついな。で、年越しても多分そうでしょうね。正月とかも忙しいでしょ。だから1月は変な話、かそっても頑張って長時間やれば案外行くかも。あの、全体的に人も少ないけどライバルも少ないでしょ多分。だからマンスリー一度ってすぐ1月1日からイベント出た方がいいね。イベントでロケットスタート決めた方がいいと思う。で長時間やってナイスもコツコツ頑張った方がいいと思う。なぜならあのオールなんとかやってるでしょ。でどのみちイベントって月に1回は出るんだからコツ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 頑張った方がいいと思うで。金金金。でもそんな金金してないでしょ今も。でも自然に飛ぶんやで俺は。金金しなくても飛ぶから金金って言ってくるけど、そんな金金してないで。継続は、力なり。私も来年楽しみに。ああね、ちーちゃん1号取ってるんだ。ありがとうね、ちーちゃん。で俺はね、金遣い荒いよね、マリオ。マリオはよく知ってるよ。今日もやっぱり夕飯だよ。ああね、行くか。はい。チコちゃんと喧嘩してないで。ツーショットありがとうございます。ありがとうございます。花火。あ、ありがとうございます。この人フォローするわ。さっきメガホンもくれましたね。確かに。ありがとうございます。21,000円。もうちょっと、あと2000円で鍋代になる。今、21,000円稼いでる。あと2000円でチャラになるね。鍋代。高かったもんだって。23,000円だよ。カニとかやばいでしょあれ。いや稼いで当たり前っつか、あの来月もムラがあると思うよ。稼げない月稼げないで多分。だから怖いんだよ配信って。そうでしょ。今年だから最後一言、何、息を吐くように嘘つくのやめないよ。お前ずっと言ってるだろそれ、毎年毎日一言で済まないよ多分君ね。何百回言ってるでしょ俺の枠で。行こうか。じゃあ配信外で行こうかな。あげるよ。いいんですか。センキュー。あー、ありやすいね。これで鍋代タダになった。ありがとうございます。で、匿名ちゃんはなんか甘えられるのが好きって聞いたから、あの1日からのイベント1位にしてほしい。匿名ちゃん、そういう人もいるんだよリスナーさんにはね。俺あのイベントとかも言わないんだけど、言ってくれた方が喜ぶ人もいるんだよ。頼られてる、頼られるのが好きな人もいるんだよ。で、うちもちょっともうリスナーバレでも結構ひどいから、ちょっと匿名ちゃんにちょっとお願いしないと。配信つけていこうよ。謝罪でしょ。お、笑ってる。お願いします。はい、1月だけでとりあえずいいんで、1月ちょっとエースになってほしい。あの力を見せてほしい。男リスナーどうなんだろうね。700人ぐらいでしょ。怖いよね。こんなにふわちかそる、やらない方がいいじゃん。やりたくないな、ちょっとこんなかそるんなら。
だってエミ太郎ちゃんでも300人でしょ。いつも1000人ぐらいいない？マジでどうするのふわっち、これマジで終わっちじゃん。マンスリー1位のお祝い、確かに真面目すぎて配信者として、それ俺責めちゃダメやで。規制が厳しいふわっちに言わないと。規制が厳しいんだもん、うん、運営にいなよ。あれだよ、メガホン。ふわっち配信者に言ってもダメだで。うん、規制が厳しいから何もできないでしょ。違う？でね、なんで配信終わるかっていうと、多分ロビンソンバーで配信しててもそんな増えないと思うよ。変わんないと思うね。うん、ただ配信者同士飲む配信って見たい？うるさいで。うん、配信向きではないと思うよ。うん、カラオケとかガンガンだよ。カラオケとか大晦日でしょ？ねえ、見たいってうん、他の枠誰か配信つけるよ。うん、見る枠ほんとね、だからかまくりみたいになるって。うん、番の人は来ないでしょ。俺の枠見たって俺こう垂れ流しだで。うん、リスナー相手してあげれないで、うん、やってよ。じゃあちょっと閲覧1000ぐらいにしてよ。こんなやりたくないよ700人に。うん、なんでこんな恥かかなきゃいけないのね。ちょっとリア充マジで叩き起こしてやろうかな。うん、ひどいでしょ。ちょっとテープ持ってきて。テープない、ちょっと閲覧のとこ隠そうかな。ちょっと聞いちゃうから。うん、結構閲覧聞いちゃうんだよ、申し訳ないけど。あのゼロラジにしていい？ゼロラジ。うん、マンスリー1位多分大丈夫だと思うで。さすがに浮いたら抜けないやろ、多分大丈夫だよね。じゃあ今年振り返る配信やろうかな。気抜いたらダメ。うん、でちょっとこのタイトルで釣れるでしょ。こういうの気になるはずだで。こういうの結構集まるで。うん、こういうの好きやでね。釣りではないんだけど、こういうみんなが期待するような、あのどこのリスナーも楽しめるようなコンテンツっていうのは好きだから、あのゼロリス以外も好きだから結構集まってきそう。見とってみ。これがね俺の調整なんだよ。うん、とりあえず9時15分までに800人にしてあげるよ。見とってみ。うん、頭いいね。じゃあ振り返りますか。で今月ですね、今月のランキング、ナイスグランプリ海老蔵1位。いやー抜いたね。ピークで1万5000ナイスを約ね3日間ぐらいでひっくり返したね。29、30、31ぐらいで。で、ゆめきくんでしょ。で、俺も養分に抜かれたんだけど、見事4位ですね、今月。うん。まあ、ゆめきくんも頑張ったんじゃない？ね。ゆめきくんも。で、エビさん1位だよ。だ3回目がすごかったよね。でも3回目だって、ゆめき4